っとさお疲れ様です。今日は2020年の令和2年6月22日の月曜日になります。妙見チャンネル妙見です。そしてあ、もう始まってた。ジェミニーサンライズと一緒に結婚してきましたアノニマスです。おめでとう。というわけで今日も証拠りもないね。俺はまた食い物系です。カニの日、このカニの日を制定したのは大阪府大阪市中央区に本社を置き、カニ料理の専門店を運営する株式会社カニ道楽が1990年の平成2年に制定しております。カニ道楽です。もうこれ有名だよね。なんかカニが動いてるやつ。日付は星占いにおいてカニ座の最初の日が6月22日であることと、50音で「か」が6番目「に」が22番目であることから、これは考えたね。日付そうだね。カニ料理の美味しさを広めることが目的。記念日は一般社団法人、日本記念日協会により認定登録されておりますと。ちなみにこの日には食事券のプレゼントなどが行われるらしいですけど、どうなんだろうね。行ってみればいいじゃん。いや、さすがに今のこの時期やってるかな。いや、やってるでしょ。もうやってるかな。行けばいいじゃん。今日6月22日誕生日の有名人、最近ちょっと出てくるかな、このなんだ、たけし軍団の人玉袋筋太郎です、もうこれコンプラ大丈夫かね。名前が日本のお笑い芸人で本名は赤江雄一。お笑いコンビ浅草キッド、水道橋博士とコンビの浅草キッドのボケ担当ですね、この人弟子にしてもらうために、あのなんだっけ、江戸城の堀に飛び込んだっていう2人そういう逸話があるらしい。というわけで次、6月22日誕生日の歴史上人物これはこの人の名前よりその学校の方が有名かもしれない。ドイツの人なんだけど、ビルフヘルム・フォン・フンボルト。フンボルト、そうそう、ドイツの言語学者、政治家で貴族、フンボルト大学っていうのを創始者、現在ベルリン大学です、の 創設者ですね、だから多分学校名の方が多分有名この人は、では次、6月22日誕生日のアニメ漫画キャラクター、もう今日は2人いますけど、どっちももう常連ですね。ストライクウィッチーズから、あのウィッチが履いているあのなんだストライカーの開発者である宮藤一郎、主人公の宮藤義香のお父さんですね、で、戦乱神楽から女水、女水かなです。もう説明いらないでしょ。もう80何人もいたら説明できるかというわけで今日6月22日誕生日、6月22日誕生日の方おめでとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた